ワールドカップ最終予選の初戦は中国。中国メディアの反応がこちら。6月27日、2026年北中米ワールドカップアジア最終予選の組み合わせ抽選会がマレーシアのクアラルンプールで行われた。抽選の結果、日本はグループ C に入り、オーストラリア、サウジアラビア、バーレーン、中国、インドネシアと同組になった。同グループとなった中国のメディアジカマキハは、悪魔のスタート。初戦で日本、2戦目でオーストラリア、3戦目でサウジアラビアと対戦、厳しすぎる。何ポイント獲得できるんだ?と報じた。同国のポータルサイトソーフも、日本、オーストラリア、サウジアラビアと、死の組に入る、上位に入るのは非常に難しいと落胆ムードだ。日本は9月5日に、その中国との初戦を迎える。ソーフの中国ネットユーザーの、反応がこちら。サッカー代表チームがあまりにもひどいので、どの組を引いても死の組になるだろう。どこの組を引いても、それは常に宝くじです。日本チームの全体的な連携は素晴らしいが、対立や衝突は苦手だ。イランやオーストラリアにはかなわないが、日本に対してはまだ有利な点がある。今となっては完全に諦めてます。決して希望などありませんでした。11人のブラジル人選手を、できるだけ早く帰化させれば、チャンスはまだある。中国サッカーがこのレベルだと、どのグループに行けば最下位にならないでしょうか?どこに行っても変わりはない。これに対して、日本の反応がこちら。中国は茨の道だな。いや中国さん、あなたどこ入っても死の組だろ。カンフーサッカーに警戒。中国は現実的には4位狙いだろうな。でもバーレーンとインドネシア相手に、勝てるかと言われるとな、最下位になりそう。中国はなんとか4位でプレイオフ狙うしかないだろ。バーレーンだって甘い相手じゃないよ。とりあえず相手を怪我させる、ラフプレイだけはやめてくれ。日本は中国とやるときだけは怪我に気をつけて。中国ってスポーツに関しては、フラットな目線で判断するんだよね。